標的になりましたので、伊方原発の内作動を阻止、愛媛県庁前運用行動を始めていきたいと思います。どうもご苦労様です。県庁で働く労働者の皆さん、そして、最近、大学じゃないか、学校帰りの皆さん、松山祭りにお集まりの皆さん、私たちは伊方原発の再稼働を絶対に許さないということで、毎週金曜日午後6時から7時半までこの県庁前に、県庁前で、必ずですね、再稼働反対のアピール行動を続けております。今日も8月9日ということで、先週何人かの方が、長崎の方に行かれるという話もされておりましたけれども、8月6日の広島、そして8月9日の長崎、そして、広島、長崎と福島を本当に一つにして、原発の再稼働を許さないという声をですね、一緒に上げていきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。それでは、最初にみんなで声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。せーの、原発なくそう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 、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、伊方原発今すぐ入ろう、伊方原発今すぐ入ろう、再稼働はさせないぞ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 。四電話再稼働の申請をやめろ、四電話再稼働の申請をやめろ、知事は再稼働を認めるな、知事は再稼働を認めるな、伊方原発今すぐ入ろう、再稼働は許さない、再稼働はさせないぞ、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、大井原発今すぐ止めろ、大井原発今すぐ止めよう、オーバー原発建設やめろ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 、原発輸出をやめろ、原発輸出をやめろ、原発輸出をやめろ、原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、福島の子供を守ろう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 、福島の命を守ろう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 、原発労働者を守ろう、原発
方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ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 。四電は再稼働の申請をやめろ。四電は再稼働の申請をやめろ。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。一方原発今すぐ入ろう。一方原発今すぐ入ろう。原発なくそ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 う。再稼働反対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 。はい、ありがとうございます。県庁でおそこまで働く職員の皆さん、そして、松山祭りに来られた、市民の皆さん、学校帰りお仕事帰りの皆さん、私たちは伊方原発の再稼働反対で毎週金曜日6時から7時半この場所で、毎週必ずですね、抗議行動を行っております。皆さんぜひ一緒に伊方原発の廃炉へ向けて再稼働反対の声を上げていきましょう。今日は8月9日です。68年前の今日、長崎に、原子爆弾ですね、2発目、プルトニウム型爆弾としては世界で初めて、原爆が投下をされました。8月6日の広島、そして8月9日の長崎、そして3月11日の福島と、本当に私たちはこの日付、この時に起こったことを絶対に忘れてはなりませんし、それを忘れて、あるいは亡き者にして、核や原発と、そうです、特に安倍首相が原発の再稼働を進めるということなど絶対に許すことはできないと思います。そういう思いも込めまして、今日は先週長崎に行くので欠席と言われた方も結構おられたようですけれども、長崎で、頑張っている人たちとも、声を合わせてということで、長崎に届けという思いも込めて今日、検証前行動を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、どうぞでも結構ですが、ぜひお願いします。ご存知のように福島第一原発の中から汚染水が海に流れ出しているというのが早くから分かってたそうなんですが、選挙が終わった後に公表すると、このこと自体ちょっと許せないなというふうに思っています。そしてこういう汚染水がどんどんたまに海に流れている、こういう状況の中でも収束宣言を撤回しない、このこと自体はやっぱり今の安倍内閣の姿勢を示しているのではないかなというふうに思っています。これ一人の中で収束宣言を撤回するというやつで結構ないですね。やっぱ収束宣言を撤回させて、そこからやっぱりこの福島原発を改めて考えるという人が必要かなと思います。そして規制基準が作られましたけれども、この収束宣言も収束もされていない中での規制基準だから、原発事故の教訓を踏まえた新しい基準になっていない、
当初安全基準と言っていたのと、じゃあいつの間にか規制基準に変わるというのが、今の、まあ、そういう点では、いわゆる、何が何でも原発を再稼働させたいという思惑の中で、今進められているということもだろうというふうに思います。やっぱり、儲けよりも安全第一、このことで、私たちも、いい運動を進めたいというふうに思います。今、トンネル会は、9月の15日にちょっと総会をします。早坂明さんが来ていただくということになっていました。それから、全国的には今度10月13日が、統一行動といいますか、集会、東京で来たで集会があるんですが、まあ、それにこうして、愛媛では、ちょっと金曜日なんですが、10月11日に、ぼっちゃん広場で6時から集会をして、この県庁までデモをすると、そしてこの企業行動に合流するということを止める会としては、計画を。それから大きな一つの山場としては、12月1日日曜日、これ、堀の内で大きな集会をして、まあ、再稼働反対の声を上げたいなというふうに思っています。そして、今40万署名やっていますが、これ12月1日、これで集約をして、翌日には、県庁に3回目の署名を提出というふうな、まあ、いかスケジュールですか。そういう形の運動の経過が、それからもう一つ、9月の28日には、伊方町で宣伝行動をしようということにしていますので、ぜひ、アイドルの方はご協力のほどお願いをしたらと思います。以上です。はい、ありがとうございます。県庁前企業行動で再稼働に反対してアピールをしております。今日初めて通られる方も多いかと思いますので、よかったらぜひ一緒に参加しましょう。アピールをしましょう。はい、次の方よかったらお願いします。頑張って。ありがとう。ありがとう。再稼働反対です。こんばんは、今日もまた暑い日が続いておりますが、お変わりございませんでしょうか。高知県の四万十市では 39.3 度という、まるでお風呂のような最高気温を記録したそうでございます。ご通行中の皆さん、それから県庁でまだ参加されている職員の皆さん、福島第一原発、今中尾さんのお話にもありましたけれども、収束できるんでしょうか。本当に私たちはこのことを真剣に考えなくてはいけないと思います。残念ながら私は今の安倍さんの向かう方向では、福島第一原発の事故は収束しないと思いますね。今命をかけて多くの作業員の方々が福島第一原発やただ福島県で頑張ってくれている、命をかけて頑張ってくれているんです。その方々の気持ちに対して安倍さん、あなた向かっている方向はそれは何なんですか。それは間違いだ。今日本国民がその全てをかけて福島第一原発事故の収束に当たる、これがですね、私たちが今果たすべき役割です。このことをしっかりやっていきましょう。私たちも無事で行くようになると思います。若い子たちがですね、お前どっち行くんだ、え、どっち行くって何だ、いや、徴兵制か福島かどっち行くんだ、そんな話をさせますか。
真剣に巻き直しましょう。今日、今日というか、あと、この静岡なるに、電源爆弾投下を取りました。甲子園も始まりましたし、俳句甲子園もこの24日に全国大会が行われます。彼らがですね、高校生がその大会に向けて一生懸命頑張っている、その時、68年前、昭和20年の4月から今月の今頃にかけてですね、当時の17歳、またそこそこの若者がですね、まさに命を落として、この国を守ってくれた、その歴史を私たちは忘れてはいけないというふうに思います。その、一番、私が心に残って、やまないのはですね、やっぱりこの特攻隊のお話なんですけども、今日はその特攻隊が残された俳句を2つご紹介をしたいと思います。一つは、やっぱり特攻隊の中にもですね、隊の中にも野球を志した若者がいたそうです。長野県の渡辺翔尉、この方が、まあ、甲子園の夢は果たせなかったんですけども、残されたくです。我が心、鍛えてくれし野球かな。我が心、鍛えてくれし野球かな。そしてもう一つは、前にもご紹介したんですけども、原田詩織翔尉が残された句です。汗の草、召し出されて桜かな。汗の草、召し出されて桜かな。わずか22歳で、特攻に出撃し、参加された渡辺翔尉、そして26歳で特攻に出撃し、参加された原田翔尉が残された句です。僕は、汗の草でよかったのに、そんな思いが彼らの中にもあったんです。もっともっと野球がやりたかった。そんな思いが彼らの中にはあったんです。その思いを捨てて、もう帰ることもできない国を、そして会うこともできないかもしれない大切な人々のためにですね、命を落として戦ってくれた、このことを私たちは絶対に忘れてはいけないというふうに思います。この広島、長崎になぜ原爆が投下されたのか、オリバー・ストーン監督、映画監督が、これは、まあ、アメリカではこれ以上アメリカの若い兵士のですね、犠牲を出したくないということを言われてますけども、まあそれは違う、それに対する牽制だったんだということを言ってます。まあこれはもうもちろん歴史上これも議論されてきたことではありますし、それからそれはこのお金をかけて原子力爆弾というものを開発して、そのまあ正当化をするためにですね、アメリカはこの日本に広島と長崎に原爆を爆弾を落としたんです。結局ですね、我々日本のことなんかあまり考えたらおせんのです。大国の前にですね、今私たちは本当に私たちの立ち振れをしっかりと考えなくてはですね、その大きな大きな流れの中に巻き込まれてしまいます。安倍さん、あなたの向かっていく方向は僕は間違ってると思いますね。アメリカを核の傘で守れたんではありません。戦後私たちが平和的で人道的な国際貢献をしてきました。そのことがですね、この国を守ったんです。憲法9条を叫びながらですね、そのことをやり通してきた、そのことがこの国を守ったんです。このことをもう歩みを変えることなく、そのまままっすぐ進むだけです。安倍さん、あなたが行こう方向に大変なことになります。今一度ここで足を踏ん張ってですね、もう一回から考え直してください。よろしくお願いします。私たちはとにかく、まあ、この原発のことを規定にしながらですね、そういった方向にもしっかりと歩みを進めていきたい。子どもたちが伸び伸びと育っていける、そしてこんなに美しい自然のある愛媛をそのまんま子どもたちに残してみましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。三方原発の大稼働を許さない愛媛県庁前金曜行動です。私たちは毎週金曜日午後の6時から7時半まで県庁前に、ここにお場所に集まって三方原発の大稼働に反対する声を上げ続けています。よかったらぜひ、また一緒に、行動をいたしましょう。はい、暑い中ご苦労様です。ではよかったら次の方お願いします。
実際やっとるけども発言する人がいないとかいうような状況ではないと思いますので、先ほどの話のいくつかの感想、マンデスキュルの7部は、すごく思うまで、そんな夏が来とっても、節年ということを国とは言いませんね、4年は。そうすると2年前は何だったんだろうかというふうに思いますね。ビクトも変化したはずなんですが、これをですね、全然戦闘を避けることになるというものを説明しましたね。本当に手近になってるんだと、市民の本当のところなんかを困るかどうかということは眼中みたい、感情って言うかどうか、そんなことばっかりで動いてるということをすごく思いましたね。それから言うたわけですね。そのことに関しましてはですね、先ほどのお話の中にもありましたけども、原子力安全規制委員会は、今までの安全委員会とは違って、これからは規制をやるんでございますと委員長自身が言うてますね。で、規制をやるんでございますと言ってですね、次に言うのは、だから私どもが安全を保障するわけではありませんと言うんですね。そうすると問題が随分変わってきます。なんかやるときに謎々でですね、いくつかのポイントを言って、これクリアできなかったら先行けないよと、それと同じスタイルになったんですね。だから4電話、他の電力会社もですが、優秀なストックを揃えて、規制委員会が言うこの点大丈夫か、この点大丈夫か、この点大丈夫か、それをクリアすることばっかりやっとるわけです。だから、それを直してなんとかなるかもわからんけども、安全についてはどうかわからんと、こういう心境をやってるわけですよ。ですからね、私はここで予定は説明を取り下げようなんかいうのがちょっと妙に聞こえるかもしれんけど、まさに正当だと思うんです。何にもですね、安全のことを信じたり、安全が一歩か半歩かでも前進したり、こういうふうなことがあるわけではありません。要するに規制委員会という今までと違う委員会が言い寄ることをクリアできるかどうかをやっておるんだ。ちょっと午前中に飯舘村の長谷川さんの指示を予定しました。すごいね。飯舘村というのはご存知のように、ここで言うたら根性みたいなところで、原発の話からはかけ離れた地域で、わしらには関係ないと思われとったわけですね。そこで酪農を営んどったら、お前らここ危ないんだということで、いろいろあったところなんですけど、長谷川さんが町長のほうはですね、その中の話にもありましたけども、原発がなかったら、あの事故さえなかったらというんで、命を落とした人が何人も自殺もしました。だから、その人の思いに応えるというのは最低ですね、政府等の責任ではないのか、こう言うてます。このそうですよね。安全だ安全だ言ってやってきたことが間違うとしたとすれば、そこを修正するないし訂正するのは当然の責任ですよね。ところがそれをやらないでね、再稼働を申し出る、
外国へ輸出を放送する。こんなことはね、これはもう話にならんわけで、私たちが一人一人に話しかけてみたら、必ず私たちの計画を取るはず、こういうふうに考えております。安倍さんはね、こんな時に子供たちにどんな責任を取るんですか、大人は。原発に反対するしかないでしょうか、というふうに強調しています。原発に反対の意思を表示もしないでね、子供たちの定義で、大丈夫なんでしょうかね。学校なんかは大丈夫なんでしょうかね。ここをもし会議直さんと、また大変なことが起こり来るんじゃないか、ということを感じます。とりあえず、そういうことで終わります。はい、ありがとうございます。よかったら、ぜひお願いします。もし、知り合いの方が通りましたら、大稼働反対でやってますって声かけてくださいね。よろしくお願いします。なんだったら、その場に引きずり止めても結構でございますが、あまり無茶をすると良くないので。他に、どなたかぜひお願いします。ちょっと先ほど水のね、問題のこと言われて、初めて国費がついに投入されたとか言って、ぎょうぎょうしく言っておりましたけれども、とにかく、ネズミが電源をかじって、それで、危機に陥るような、そういう設備しか今まで作ってなかったんですよね。だから、お金をほとんど投入せずに、とにかく適当に、なんとかその場をやりくりするという形で、その原発のですね、そういう意味では爆発を止めると、被害を止めるというようなことをやってきたわけですけれども、そんなやり方じゃ、そもそもなんかまともな電源すら確保されていないような状況で、原発の事故の収束なんていうのはありません。で、今頃になって国がね、大々的に国費を投入して、この汚染水漏れをなんとかしますであるというふうに言っていること自体が、非常に大嘘で、すでにもう当初からですね、大量の汚染水が漏れていて、海流の関係でですね、アメリカの西海岸まで届いていて、それによってアメリカの西海岸のオレンジが、アメリカの、ポストハーベストはどうか知りませんけど、放射能の基準というのは非常に厳しいので、アメリカの西海岸のオレンジが全部出荷停止になったというぐらいの被害をもう起こしているんですよね。で、それを一切なかったことにして、今、仰々しく国が金を出して、国費でやりますよみたいな、こういうですね、真剣にやってますよという大嘘キャンペーンを私は本当に今、許すことができないなと思いながら来ておりました。それから、作業員さんの自宅の問題なんですけれども、これは7月の、19日の東京新聞で発表されたデータなんですけれども、2万人 の、 協力者に含めた、作業員の調査をしたところですね、2万人のうち、すでに100ミリシーベルトを超える資格をしている人がおそらく2000人ぐらいいるだろうというふうに言われています。で、原発性の労災というのは非常に厳しい、認定が厳しいんですけれども、一応その白血病の基準として、年間に10ミリシーベルト以上を浴びたという証明が行われたら、白血病は労災として一応認定されるというふうになってるんですよね。で、これも資料の改ざんだとかいろんなことをやってるんで、正確がどれだけ正確な数字なのかわからないんですけれども、その10ミリシーベルトじゃなくて、すでに100ミリシーベルトを超える被曝をしている人が2000人以上いると。で、原発で死んだ人は一人もいないというふうに自民党の高市早苗なんかも繰り返し言ってきましたけれども、作業員も含めてね、これからそのどういう事態が起こるのかわからない。で、そのことを本当に危機感を持ってですね、私たちは見ていかないといけないと思います。そういう意味で現場の作業員さんが自分たちの命を、体を張って、ピンハネをされながら、必死になって原発をなんとか止めようとしているというこの現状ですよね。そのことを、もっともっと多くの人に伝えていきたいという思いもあります。そういう状況になってますので、再稼働なんかもちろん絶対許せませんし、私、4000人申し出に行った時も言ったんですけど、今、電力会社が9社ありますけど、その全ての
財力と人材とそれからその機能ですね、ノウハウを投入してとにかく福島原発を止めろと、それ以外のことをするなというふうに本当にもう一回申し出たいと思っております。そうです、はい、もう一回やるんですね。もう一回やるんですね。すいません、よかったらぜひ発表お願いします。では、声を上げていきたいと思います。原発なくそう。再稼働反対。言い方原発再稼働反対。言い方原発再稼働反対。言い方原発再稼働反対。今すぐ廃炉にしよう。再稼働反対。再稼働反対。言い方原発今すぐ廃炉。再稼働は許さない。再稼働はさせないぞ。すべての原発今すぐ廃炉。言い方原発再稼働反対。言い方原発再稼働反対。今すぐ廃炉。再稼働反対。再稼働反対。はい、ありがとうございます。ちょっとなんかうまく言葉がつながらなかったのでまた考えておきます。よかったら、はい、お願いします。10分ほどお休みしていました。今日マイクは持ちたくないと言われましたけれど、旅の途中でお一人女性が来てくださっています。6月にも来てくださって、明日、明後日にはまた伊方に行かれるそうです。遠くからまた参加していただいたらよかったなと思います。今平野さんもお手すりこれの話をしてらっしゃいましたけれど、再稼働のことをするよりも汚染水をどうするかとか、福島第一を今後どうするのかということについてもっと国は真剣にやってもらわないと困るというのを本当に光を込めて思っています。というのがあれだけですよ、報道しても何だか国の反応っていうのがシーンとしてるんですね。というのはやっぱりもっと前から漏れてたんですよ。そしてそれを分かっていながら、だからなんか驚いたこともなく、ちょっと茂木さんが恐怖と発言はしていたようだけれど、状態本当に独裁的に伝えられても仕方がないような状況じゃないでしょうか。あれだけ食べなかったら、もっと早くて伝えられたら本当今の日本の大勢力ではかなわなくないと思います。このぐらい今の福島第一原発のコロナ禍状態を整理するの深刻な問題だと思います。そのことをやっぱりもっとみんなで考えて、だからこそ再稼働なんかの議論でもないし、そういうことでお金も必要です。お金も必要もないということをもっともっと知ってもらうチャンスにしては悲しいんですけど、そういう時だと思います。それとさっきも出ましたけど、これだけ暑くて電気も使っているのに行政はどうしたんでしょうか。全然節電をおっしゃらないのですが、一言も電気はやっぱり足りてるんですよね。この上原発を止まってどうするんでしょうか。予定のこの暑さに対するコメントも聞きたいところだなと思います。じゃあまた新しい人も加わったので、移動ですか。はい、ありがとうございます。
よかったらお願いします。はい、お願いします。こんばんは。今日はまたさらに若い人を連れてきました。平均年齢がまたぐっと下がったかなと思います。今日もあの松山祭りの前でビラ配りをしてきました。いろいろ最近はあの徳島の県知事の方が4点ちょっと経営者としてどうなのってことをお弁当の買って言いましたよね。再稼働しないと経営が成り立たないなんておかしいってことを言いました。はい、そうなんですよ。もうぜひぜひ愛媛の県知事さんもあの国が決めたことに従うという姿勢じゃなくって、ぜひ県民のみんなの声を聞いていろいろ決めてほしいなと思います。聞こえてますかな。聞こえてますか。聞こえてますか。ぜひ私たちの声を聞いてください。お願いします。はい、で今日はちょっと世代交代でもっと若い富山スレコールをやってもらいたいと思います。ぜひ皆さん一緒にコールしてください。我々の大谷さんって言うのかな。大谷さんって言うのかな。大谷さんって言うのかな。若いと言っても中目さん、あゆむさんとちょっとしか変わりません。はい、では止めますとイコールいきます。手拍子お願いします。せーの。はい、止めなしょーい、止めなしょーい、はい、止めなしょーい、止めなしょーい、いい方はいかん、止めなしょーい、はい、いい方はいかん、止めなしょーい、バッタモードみんなで止めなしょーい、はい、バッタモードみんなで止めなしょーい、おじちゃんもおばちゃんも止めなしょーい、はい、おじちゃんもおばちゃんも止めなしょーい、おいしいみかん食べなさい、はい、おいしいみかん食べなさい、おいしい魚食べなさい、はい、おいしい魚食べなさい、子供の未来守りなさい、はい、子供の未来守りなさい、愛媛のみんなで止めなさい、はい、愛媛のみんなで止めなさい、止めまっしょーい、止めまっしょーい、はい、止めまっしょーい、止めまっしょーい、一家大原発止めまっしょーい、はい、一家大原発止めまっしょーい、愛媛のみんなで止めまっしょーい、はい、愛媛のみんなで止めまっしょーい、ありがとうございます。あしたのことについてちょっと話してくれって言われたので、全然富山市長とは関係ないんですけど、あの反貧困フェスタっていうのがあるらしくてですね、はい、12時半から宇都宮弁護士のお話とかもあるので、まあ湯浅誠さんとか加山里香さんも来るので、ぜひ間にお越しください。はい、では、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。店長で働く、職員の皆さん、松山祭りにおいでの皆さん、伊賀田原発の再稼働に反対する企業行動です。毎週金曜6時から7時半、県庁前で必ずやっています。未来のために原発の再稼働を許さず、全原発を廃炉にしましょう。よかったらお願いします。はい、やっぱりお越しくださいました。
こんにちは、東京から来まして先月あじゃない6月に一度させていただきましたキュンと申します。その後ですね、まあ、あの東京に戻りまして、まあ、官邸前行動国会前行動で行ったんですけれども、まあ、あのやっぱりこう全国で金曜日同時に行動をやっているというのは非常にもう強い力だなと思いまして、それで東京の方から何かできないかと思いまして、今日は、プレゼントを持ちました。官邸前に、いらした方たちに、あの今度四国に行くんですけれど、松山の県庁前でも金曜行動をやってるんで、よかったら寄せ書き書いてくださいと言って集めてきました。もう本当に初めて来た方、から有名人まで書いていただいたものがありますので、あのまあこういう行動なので代表者がどなたかとかそういうことではないと思うんですが、あのよろしければまあお暇な際に回し読みなどしていただければと思います。そしてあのありがたいことに感謝をくださった方もいた、あの小学ではございますが、他に高松、それから明後日伊方に行きますので、そちらと3分割にさせていただきましたが、若干の非常に若干の現金がございますので、あのもし例えばあのどっかに抗議行動のツアーに行かれるとか、そういう皆さんで使うようなことがあったらぜひお使いいただければと思います。本当 あのあとおまけで私が撮った伊方原発 あのおしゃれな写真もたくさん入っておりますので、はい、あの本当に伊方原発は見に行ったらあの非常にやばく、なおかつ非常にお金のかかりそうなものだなという感想を抱きました。あの今若者連合の方たちが、原発はお金がかかるということを東海道の方がアピールしてらっしゃって、そういう話だとみんなが結構興味を持つよというふうにおっしゃってましたけれども、あの原発いろんな方法であの危ないってこともそうだし、あの政治的におかしいってこともそう、経済的におかしいってこともそう、そしてあのお金がかかるよって言ったら意外と、ね、あのみんなのそういうなんか政治がちょっとなって思ってる人とかにはそういう言い方とかいろんな方法で、本当にいろんな方法でアピールしていくしかないと思います。今日は勉強見てるな。東京の状況ちょっと東京の状況、いやでも何でもあれではないので、いやいや、見た感じ、見た感じのような、え？何年前言ったの？言ってますよ。どんなに、人数的なことですか？で、官邸前は、ちょっと私もですね、選挙前後に行っていないので、あれなんです、選挙の直前に、公示の時には行ったんですけども、そうですね。難しいですね。ちょっと選挙のあのあとどうなったかというのが、生で見てみないのでですね、これはあのその時の皆さんの反応というのはちょっと申し訳ありませんが、今日レポートすることができません。頼りなくてすいません。これは少ししてたんですから、はい、これをただ寄せ書きしてくださった皆さんはあの本当にというか官邸前でもあの各原発の名前のコールがあるんですけれども、伊方はかなり人気がございまして、はい、あのやっぱり伊方はワーストワンというあのワーストワンというのはつまり一番早く再稼働しそうなんじゃないかということで、皆さんの中にも非常に危険信号を点滅しているところでございまして、あの一口だ、伊方どこみたいな感じで非常に皆さん強く怒っていらっしゃいましたので、はい、にやかな方が来たのでこれで終わりにしたいと思います。はい、再稼働反対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 、はい、頑張ってね。KB48 のようですけど。みんなで回してもらいましょうか。はい、じゃあちょっと寄せ書きよかったらお願いします。はい、最後高松の行動からこれをこれは高松若い方にでも、はい、どうもこんばんは。ちょっと先週からいろいろありまして、で、あの、いつもあるんですけど、
そこはあの郵便局の下請けの外愛クスプロスという今あの何ですか宇和島のブラック企業ですね、つまり雇用計画契約書を渡すのは当たり前だけどそれを渡さない1週間も渡ったらどうなるんだったら渡しますと言うとってすぐ後でイチャモンつけたという言い方でクレームつけるみたいなことは解雇これを明確な労働基準法の違反なんだけどこれが僕は見たら1ヶ月解雇予告ってやつですね取れると思ったんですよ無条件にところがね、ザル法ですね、やはり日本の法律は。笑いされ方が怒らない方ですと。というのは、向こうは弁護士を立てて、やることないことを言えるわけですね。で、しかも、雇用契約書をもらってないわけだから、見られない期間があるとかないとか、証明できないですよね。で、その、15条の、適用の、除外で、見られない期間の場合は、これで、除外だとなっとるんです。だったら見られたっていうことを証明せないかんのだけど会社に甘いというかねなんですで書いてることがそれがあるし僕がその無駄話ばっかりして言うこと聞かんだとなんぼちゅうそれって作文なんですよ本当に俺ここ来たって無駄話しようなんてあるんだけどまあそれはええけど作文ですよねだけどそういうんだったらそれなりの写真とか無駄話用のテープとかね向こう証拠を示してもらわないかんのに疑わしきはとこうなんですよ次は調停とかもありますから、もう徹底的に。けど、裁判やりたいけど金ないですから、できませんけど、いろんなところでこれはやっぱ写真していかないかんというふうに思ったんですが。で、そういう段階で、たまたま、先週言うたと思うんですが、金曜日の朝、70まで雇う会社がありまして、で、それはそれで非常にいいことなんですけど、ただね、これもね、2ヶ月更新なんですよ。で、2ヶ月1件でも契約取れたらまた2ヶ月伸びるんだけど、で、まあ、当初僕はもう2ヶ月でもええかと、捜査の公開でできる思ったんですが、やっぱ行ってみるとね、これはやっぱ労働組合がないからそうなるんですけど、臨時者ばっかりで。例えば、今日なんかでもここ来ないか、ここは言うてませんけど、6時半に人が会わなきゃ、6時までなんですよ、10時からね。そしたら、6時半でさっと帰ったらええじゃないですか。ところが仕事取れてなかったら、居残りじゃって、ロープレイやってるね、ローリングプレイ。で、それパタパタ焼きなんですよ。そういうやり方です。それはおかしいんですが、これもね、労働組合ないから決めれんので、これやろうと思うんですけど、ただ休みなんかはね、きちきちと1時間、それこそ1時間ごとにくれますけどね。で電話かけるんでも電話しゃべってかけるんじゃないんですよ。最近コンピューターですから。で、そこの会社の業務内容が、具体文句がキャンペーンと言って、地域限定で3件、モデルになってくれた、見本になってくれたら、塗料だけでええ言うんですよ。だけどね、塗料だけでもね、どんな大きい会社やけどね、実際に150万とかなってるわけですよ。だからそれも、また3件、2、3件限定言うんだったら、どこも愛媛県全部それで言うとら、まあ、半端に言うたら悪いけどね。そういうの見るとね、こことをいつまで付き合えるかなんで、1週間以内にこっちが辞める言うたら一切払わん言うけんね。1週間は最低我慢せないかんのだけど、みたいな状況なんです。で、その雇用の関係、もう一つだけ言います。愛媛新聞との関係で、この前言うたんですが、10月30日の愛媛新聞の、広田さんの、カナダとかいう記念入りであったんですが、これですね、県内65歳以上の求職者急増なんですよ。で、狭き門、専門知識だと、ここまでいいんですが、ここで技能講師で、この中を読んでみるとね、この前も申し上げましたけど、ちょっとだけ読ませてください、もう一回ね。12年度は年度で言ってますから、松山のシルバー人材センターいうのが、労働局から委託料をもらって口座をやるんですよ。だから口座をやったら金が下りるわけですよ。で、そういう状況の中で、観光ガイドやそこインストラクター養成講座など30種講習を517人が受講したと。で、各ここからは嘘なんですが、各講習最終日の面談講談会と全3回の合同面談会が担当し12
60% の就職率がですよ、60歳、65歳で 84% の当たりじゃないですか、全く。それと、パソコンインストラクター、今の僕は、じゃないわ、観光ガイドでもね、受け取ったんですよ、夏の暑い時に。そして、終わったらね、1ヶ月、それは2週間ですか、2ヶ月待たしとんですよ。で、合同面接会で、この時は案内したって言ったんですが、どこやらの印刷屋の下工程で月1万になるかならんかとか、アリバイ証明的に観光屋全然来てないんですよ。で、名前も見ますが、山本さん、物販がおりますが、そのマトラ山シルバー人材センターで理事が。そしたら観光案内養成講座で暑い時勉強しとるわけじゃないですか。どうしたらこれ違うよねみたいな話をしたらね、あの野郎、あえて言いますか、あの野郎が何言うたか言うとね、仕事はいつでもあるわけじゃないですかって。得意とんですよ。それも後で抗議しましたけどね。さて、講座を受けた就職を前提にして募集してるわけですから、それがそういう観光会社を連れてこれなんだ、今地元もそういうこと好きじゃないですか。まずそのことを実行してないんで、内容に仕込んでないんだけど、ごめんなさいって言うんだったら僕は怒らんですよ。そういう言い方しとるんですね。で、この前も言ってみますよ。あんたら板食いで儲けるって関係ないんだろうなと。コントロールの考えとかいうことでやっちゃいました。で、ちなみに、もう一つだけ聞いてください。ごめんなさい。観光案内養成講座が、実は私含めて14人受けたんですよ。そのうちのね、2人が就職できてないんで、というのは僕は東方市なんで、松山のシルバー人材センターに登録できないんです。で、10人の内訳を見ると、松山シルバー人材センターで6人登録したわけです。だから、そういうところからの紹介で、その講座の部分は ないんです。この、今読んだところ見たら、講座と面談で、就職できたって書いてあるでしょ。この記事はおかしいって、新聞社も相当やりました。放送部の杉原さんがどうも部長らしいんやけど、その前にね、去年の段階でね、やっぱ同じ横の会社の直接ではないんだけど、報道部の方に行って、松山のシルバー人材センターのやり方がおかしいと、できちんと取材してくれという申し入れをしとったんですよ、2回目来て。ちょっと似てないよね、副部長から副部長らしいんだけど、名刺も持ってたんだよ。で、頭に来てね、名刺ぐらい持ってくるかって言うたらやっと持ってきた。見たら副部長なんですよ。で、そういう話を投げかけてるのに、そういうふうに EU シルバー人材センターの提灯持ちみたいな記事を平気で書いとるわけですよ。で、ちなみにその、観光用案内人用成功剤のところは12人が誰もそういうところに就職してないわけですね。で 0% なんですよ。他のところも増えてても 50% ぐらい。数字の操作ってどうでもできるだろうって愛媛新聞がやりましたけど、報道部長ダメですね、杉原に。大急ぎで全然ダメです。ただ記事がどうかいうのはもちろんまともな記事もありますが、で、僕もたまりかねて愛媛新聞社の方にダイレクトに話したんですが、人事部の方がね、まともだったですが、ちゃんと自分から名刺も持ってきたし、とにかくそういう状況で、あんたきちっとせえよと、新聞は社会正義だろうがと、ええ加減記事出すんじゃないぞこの野郎って、かなりやっとんですが、ほっとそういう状況で、ストレス溜まっておりますが、ここはなんとか来ますんで、よろしくお願いします。以上です。あ、ごめんなさい、それと、実は、裁判の取り調べの可視化の証明弁護士会から預かっとるんで、もうされてる方もいらっしゃると思います。これ回しますんで、またの方はぜひよろしくお願いします。ということです。どうも。はい、MC、 はい、はい、ありがとうございます。やりましょうか。こんばんは、深谷さんです。8月、5日、6日と、広島の集会に、参加してきました。さっきから捉えてたっていうか、竹内優吾弁護士ですね。で、彼も発言をいただきます。6日のその記念式典での、安倍首相の発言の中で、日本はその福島の原発事故を起こしたので
まあ、その責任から、まあ、安全な原発を世界に輸出する責任があるみたいな発言をしました。で、広島の 松井市長はですね、事前のその産経新聞とのインタビューで、原爆と原発は明確に違うんだという発言をしていましたけども、当日のアピールの中では、まあ、それは、抜いていましたけども、今のこの社会の支配している人たちの流れは再原発再稼働ということですよね。で、千葉明四電社長が、さっきもおっしゃってましたけども、徳島知事から、まあ、抗議を受けたと。で、そこでその千葉明社長は、もし再稼働ができなかっても歯を食いしばって頑張るという発言をしたそうで、最初から歯を食いしばって頑張りゃいいじゃないかというふうに思います。で、あの島第一原発のその状況ですね、汚染水の状況は、確かにひどい。全力を挙げて速やかに電気を投入してね、やっぱり止めるべきだというふうに思います。で、そういうことをしたら、原発って金がかかるということで、原発反対の声が大きくなるということを見越して国はやらないということだと思います。で、また、戻ってもその汚染水が、放水されてるわけだから、放流されてるわけだから、事前にその踏み上げて地下水を、上手のね、地下水を踏み上げて海へ放流する。で、むしろその地下水を放流するために今まだ宣伝がされてると、汚染水が大変だという、まあ、宣伝をしてですね、で規定事実としても それよりずっとマシな水は流すんだと、流した方がいいんだという形で、まあ、またこっからね、汚染水に対するその、怒りや心配なんかをこう徐々に大加熱していくという、まあ、いつものやり方をやろうとしているんだというふうに思います。やはりその原発より命優先で、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。よかったらお願いします。いいですか。新しく来られた方もおりますので、じゃあ、簡単に短く、声を上げていきたいと思います。せーの、原発脱走、原発脱走、原発脱走、再稼働反対、再稼働反対、伊方原発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 は今すぐ入ろう、伊方原発は今すぐ入ろう、再稼働はさせないぞ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 、四電は再稼働の申請をやめろ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 、知事は再稼働を認めるな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 、再稼働反対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 、原発脱走、原発脱走、再稼働反対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 。はい、ありがとうございます。毎週金曜6時から7時半まで、検討前のここの場所で伊方原発の再稼働反対の行動をやっています。ちょっと忘れてました、西原さんが一生懸命600を400に縮めたその放送記事、昨日実は愛媛新聞に載ってました。で、ご本人も知らんままこのまま流れてしまうのいかんと思ってしっかり載ってました。それから一昨日松浦さんの、先発の記事が
朝日と愛媛と、まあ、両方乗ってました。あの仲間の頑張りに僕らも連帯して頑張っていきたいと思います。なんか変えられそうな人がいるみたいなんで、歌をちょっと言わせてもらおうかなと。最後のやつまだ準備中8月6日に広島に行ってまいりました。そして、反原発の、決意をますます固めて帰ってまいりました。絶対広島長崎の、まあ、今日が長崎ですかね、その事実から見ての核は広島原発も含めて絶対許せないという気持ちで強く思っております。よし、お戦いましょう。はい、準備の方は終わりましたね、あっという間に。ありがとうございます。それじゃあもうだんだん本人がやらないと気が済まなくなってきているので、趣味に付き合わせて申し訳ないですが、みんなとアコーディオンの人が悪いと、このように、思っていただいて、まずウィシャルオーバーカムからやります。よくご存知のようなんですけど、私は最近この歌を知りました。これからいきますので、よろしくお願いします。はい、高い、もっと下げてください。そうだ、一番1、2、3、はい。そうだ、みんな生きる喜び、たとえ胸の傷が痛んでも、何をしてやろうと、終わらないまま終わる。
それでは、アンパンマンに続きましょう。ピョンマンご登場です。今日はあの東京から来ていただいた女性の方、本当にメッセージありがとうございました。それから感想もいただいて本当にありがとうございました。私たちも本当に方が、ね、みんなにこうして心配をしていただいていることにパパパが感謝をして、そして今日はこの歌を一緒にですね、全国で今一緒に戦っている皆さんと一緒に歌っていきたいと思います。どうもようでございます。行きましょう。
それに打ち落とすつもりはないんですけども、原発が事故を起こしたら、松山のお尻はすみません。皆さんはもちろんダメですが、松山も四国電力の再原発が見えてるってことは、それはもうまともに来るってことなんです。だから、少しでも関心を持ってほしいなというふうに思います。今日は朝日ご挨拶して、他の掃除をして、実況関係のことをして、もう疲れ果てながらもやってきましたけども、実は来週再来週は、どうしても朝の日の選挙が18日、25日、選挙区と呼びなんで、これは来れません。本当は来たいんですけど。ちょっと今日は原発とは直接関係ないんですが、相当本当に最悪の危機をやってきたなということを一つ言いたいと思います。内閣法制局の長官の創設というか段階です。これだけは今までの自民党のいろんな悪い状態を見ましたが、それでもこれだけは手をつけてこなかった。それほどそれは絶対にやっちゃいけない決め手で、それをやるということはもう俺の目指しているのが空と同じことだということだと私は思います。そんなことは絶対に許されないことなので、この問題についてはぜひもっともっと関心を持ってほしいなというふうに思います。会見のもっと2週間来れないので、本当はいろいろ言いたいこともないんですが、それぐらいの時もあるんですけど、はい、ありがとうございます。他によかったらお願いします。ちょっと3月が今度11日、日曜日はですね、先ほど東京に来られる方も言われておりましたけど、私たちと何人かも、伊方のですね、ゲート前の方に行きます。一応私、毎月11日公表に座り込みでちょっと参加しているもんですから、行かないとどうも欠席扱いされているという状態があるので、ね、行くわけですけれども、9月の2日で大井原発の3号機が止まり、9月の15日に大井原発の4号機が止まります。これで今まで動いていた原発はゼロにまたなります。で、原子力安全委員会という国家の一つの機関をぶっ飛ばして、そして原子力規制委員会、もちろんひどいペテ的な嘘つきな機関ですけれども、少なくともこれが今すぐには再稼働できないという状況に追い込んでいるのは、私たちのこの粘り強い戦いの声の力であるというふうに思います。で、伊方原発ができる前から現地で反対行動をずっと続けてきた人たちがおります。その人たちと共にですね、伊方原発の再稼働を許さないということで、11日にはぜひ行ける方は一緒に10時ゲート前に集まって、この日は日曜日なので船も出すということですので、大々的にやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よかったら他の方お願いします。頭の歌ですけども、私はおよそ縁のないあれなんですけども、あれ聞いちゃったらね、弟さんが特攻隊で出撃して亡くなったの。この人が気合を込めてね、作曲した名曲が好きです。だから平野さんの感性っていうのは大したもんじゃなかったので思うようにしてもね、そういう歌作ったそうです。僕石破が来とるいうのは縁もゆかりもないんで、津田が来とるというかね、
それから先ほどあったあの新聞の登場が撮っとったのは失礼しました。不真面目ですね。登場するという思いなんかいと。まあ、この辺は反省して、やりたいと思いますが、次の、まあ、意見などございましたらまた、また登場もしたいと思います。3点目。殺人兵器のことが問題になっています。東京電力がやったことについて何ら刑事責任が通れないというのに不思議に思っとったんですけども、早い時期にぽっかり海に流したやつだったんですね。汚染水をね、普通ならあれぐらいは捕まえるんだけども、それもお構いなしで失敗したというのは結局組織的にずっとやっとったということなんでしょうね。ところで、殺人兵器は、お金がないって今までへばっとったらしいんですけどね、除染の方はもうすでに1兆円吸い込んでるんですね。除染で予算を立てて、それを執行できるのはごく一部のもので、法律は求めてるわけです。いまだにそんなことはやっとるんだということを、ぜひご覧には忘れたらいかんなというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。松山祭りのお出の皆さん、そして、通勤通学会の皆さん、お遠くまで働いている県庁の職員の皆さん、伊方原発の再稼働を何としても止めましょう。毎週金曜日6時から7時半ここで私たちは再稼働に反対する、抗議行動をずっと続けております。よかったらぜひアピールお願いします。はい、これだけ人がいたらやっていますので、やりがいがある。マイカルを反対と、加工を早くなくしましょう。飛行機が加工をいつもと二度もやってみたいなので、まだでは早くガスなんか持っていいことはちょっともないと思います。イランカに吸い込むならもうこういう世の中なんか自体もおかしいし、なぜそれを今ずっと持ってなかったのか謎なんで、私はそういうことには非常に、不愉快であり、これがよくもう なければみんなが安心して生活できるので、早急にのけることを望みます。はい、どうもしよう。はい、どうも、それでは。じゃあ皆さん、せっかくですので聴衆も立っていますので声を上げます。せーの、伊方原発再稼働反対。伊方原発再稼働反対。伊方原発再稼働反対。4電話再稼働の申請をやめろ。4電話再稼働の申請をやめろ。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働反対。再稼働反対。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。はい、ありがとうございます。松山祭りもだんだん人がこれどこですかね、本通りとかの感じの銀天街の大街道の方に行くんですかね、皆さんね、たくさん出ておりますので、今日は聴衆も多くて、なかなか楽しくやっております。よかったらぜひ、秋の方もお願いします。県庁で働く、遅くまで働く職員の皆さん、そして、松山祭りにおいでの皆さん、通勤通学帰りの皆さん、私たちは毎週金曜日6時から7時半までこの県庁前、この場所で伊方原発の再稼働に反対する県庁前行動を
毎週必ず行っております、お盆も正月もなくやってますので、ぜひ帰りに寄ったりできる方は寄ってください、車の中から手を振っていただいたら結構ですのでよろしくお願いいたします。みんなで伊方原発の再稼働を止めましょう。さっきの、ヒロさんの顔を思い出したけ顔を見て思い出したんやけど、郵政というか郵便局、松山郵便局がその悪質な業者を雇っとるわけですよね。当然雇う元にも早期的責任はあるじゃろうと。昔の何人かね、郵政管轄局ね、宮太郎、今変わった時はかなりこのまま意地とせえって言うたんですよ。で、分かりましたね、調査もするし、そういう指導はしますと。で、そんな業者をきちっとせんのやったら、あんなところに傷がつくんでね、かなり言うとりますんで、それだけちょっと言うのを忘れておりました。道義的責任やけで、ね、そこまで続けない。はい、ありがとうございます。じゃああと1人か2人ぐらいまだ喋る時間ありますので、よかったらお願いします。伊方原発の再稼働に反対する県庁前金曜行動です。皆さん、伊方原発は再稼働を絶対許しません。9月の2日に大井原発3号機、9月の15日には大井原発4号機が止まって、また原発が動く原発がゼロになります。そして新たな再稼働の一番手として伊方原発が上がっております。ですから伊方原発を止めて全原発の再稼働を止めるというのが私たち、まあ、特に地元愛媛のですね、仲間の、重要なまあ、テーマになると思いますので、皆さん頑張って、再稼働反対の声を上げていきましょう。じゃあまた、じゃああのあと8分ぐらいありますので、せっかくです。今日聴衆が多いので、もう一回コールをしたいと思います。いきます。せーの、原発なくそう。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 再稼働反対。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 伊方原発、今すぐ入ろう。伊方原発、伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。四電は再稼働の申請をやめろ。再稼働の申請をやめろ。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働は許さない。原発なくそう。再稼働反対。福島の子供を守ろう。福島の子供を守ろう。福島の命を守ろう。福島の命を守ろう。原発労働者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 を守ろう。大井原発今すぐ止めよう。大井原発今すぐ止めよう。大井原発今すぐ止めよう。原発今すぐ止めよう。大間原発建設
やめろ。オーバー原発建設やめろ。原発輸出をやめろ。原発輸出をやめろ。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ。再稼働反対。再稼働反対。原発なくそう。原発なくそう。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。すべての原発今すぐ廃炉。すべての原発今すぐ廃炉。四県は再稼働の申請をやめろ。四県は再稼働の申請をやめろ。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ。再稼働反対。原発なくそう。再稼働反対。はい、ありがとうございます。ちょっとやる気があるんですけど、せっかく最後の方で2人ほど来られたので、もしよかったらたまにしか来る機会もなさそうなので、ぜひ一言。うん、出ます。はい、どうも。なあ、もう遅れてあと何分っていうところにして、すみません。11日はちょうど日曜日当たっていて、八幡浜の女の会が原発ゲート前で座り込みをします。それで私たちも行くつもりです。で、改造行動もね、あるので、先週も松山にね、ピースタイプの方たち来られてたんですけど、今週もまたやってきてください。くれるので、本当に心強いです。皆さんも多分またゲート前でお会いできると思いますけど、よろしくお願いします。それで、この間 8.6 の広島大講堂に行ったんですけど、その時にはまた首相がまたとんでも発言をやってしまって、本当にみんな怒りまくっていましたけれども、本当にだけども、やっぱりなんか向こうの不安みたいなものもね、なんとなくうっすらと感じたような気が私はしました。それについてはまた次回にでも詳しく言いたいと思います。もし来れたら。ではでは、ありがとうございました。どうなんですか。じゃあすいません、もう一回最後に、コールをしていきたいと思います。いきます、せーの。原発なくそう。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ。再稼働はさせないぞ。四県は再稼働の申請をやめろ。四県は再稼働の申請をやめろ。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。
伊方原発今すぐ入ろう。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。大井原発今すぐ止めよう。大井原発今すぐ止めよう。オーバー原発建設やめろ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 。原発輸出をやめろ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 。再稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。伊方原発今すぐ入ろう。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働はさせないぞ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 。四電は再稼働の申請をやめろ。四電は再稼働の申請をやめろ。知事は再稼働を認めるな。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ入ろう。再稼働反対。再稼働反対。原発なくそう。再稼働反対。再稼働反対。再稼働反対。はい、ありがとうございました。皆さんご苦労様でした。県庁で働く皆さん、そして松山祭りに来られた皆さん、学校帰り、仕事帰りの皆さん、私たちは毎週金曜、6時からここ県庁前で伊方原発の再稼働に反対する行動を必ず毎週続けております。多くの皆さん一緒に声を上げましょう。再稼働を止めて原発をなくしましょう。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。時刻は2013年8月9日金曜日午後1時32分です。こんばんは、 IWJ 姫路県民本の子です。以上をもちまして本日午後6時よりお送りいたしました。愛媛県庁前での原発再稼働への広域行動の中継の内容を終わります。現在市長が15名累計で当選延べ74名の方を見ていただきました。ありがとうございました。今後の予定ですけれども、明日、8月10日土曜日午後1時から愛媛大学で行われます、阪神コンフェスタ2013 in 愛媛、こちらの、最初の全体集会、座談会の模様を中継いたします。午後1時からの2時45分頃までの予定です。登壇者は岩田誠と加山理香さんとかとなっております。またその予定が入りましたら情報アップいたします。来週もまたこちら愛媛県庁前で午後6時に予定になります。本日松山祭り開始ということで非常に車それから歩く人が多くおりまして、それで気合が入ったという面もあろうかと思います。ということで、こちらの中継は以上で終わりたいと思います。また来週お願いします。その前にまた明日ですね、土曜日またよろしくお願いします。では失礼します。あれはなんか間違ってもらいました。